少し広いところに出たけど、本当にこっちで合ってるのかな。いや、ビンゴだ。あそこを見ろ。お姉ちゃん、やっと追いついた。あら、ずいぶんと可愛らしいお客さんたち。またこの頭痛。お姉ちゃん、お姉ちゃんだよね。私だよ、妹の翼だよ。あんな子知らない。うん、違う。私、あの目を知ってる。あのまっすぐな目は、まるで翼。そうだよ、お姉ちゃん。迎えに来たの。だから、一緒に帰ろう。でも、違うよ。翼はもっと小さくて可愛い。教えてあげるわ、お姉坊さん。あやが寝ていた間に、こっちでは5年もの時が過ぎてるのよ。5年。つまりね、あの子はあやの妹よ。取り付いているミラージュのせいかもしれない。あら、ひどい言い草ね。人のせいにする男ってモテないのよ。私はアヤハを操ってないわ。だって私たちはパートナーだもの。じゃあ、あれがアヤハさんの本心だって？違うよ、イツキ君。こんなのがお姉ちゃんの本心のわけがない。だって私は知ってるよ。お姉ちゃんが毎日夜遅くまでたくさんたくさん練習してたこと。お姉ちゃんはいつだって前向きに頑張ってた。頑張ればうまくいくの？違うでしょ。練習で得られるのは虚飾の安堵。単なる自己満足に過ぎないのよ。そうよね、アイア。夜遅くまで練習したのは、そうしないと不安で眠れなかったから。私より可愛い子が何人も消えていく。私より歌が上手い子が何人も潰れていく。私なんかがアイドルをやろうなんておこがましいって。すぐに気づいたわ。それなのに、みんなは無責任に期待して、重いの！私には背負いきれない！これ以上、幻想を押し付けるのはやめて、私に才能なんてなかったのよ！そんなことない！ルをしてた時、姉ちゃんは輝いてた。歌ってる姿から、この仕事が好きだっていうお姉ちゃんの気持ちが伝わってきた。何を言おうと無駄よ。あやはそんな軽々しくて無責任なあなたたちにうんざりしてるの。違う、そんなの信じない。私が信じるのは私が見てきたお姉ちゃんの姿だけ。
容なんて関係なく、お姉ちゃんはアイドルだよ。可愛くてかっこよくて大好きだから、今でも私はお姉ちゃんの大ファンだもん。音が聞こえる。これは翼の声。よろしくないわね。聞こえる？聞こえる？どういう意味？邪魔なんてさせないわ。私たちにはやるべきことがあるのよ。どいて！私はお姉ちゃんを連れて帰るんだ。こいつ初めて見るぜ。やってみねえとわからねえな。すべて焼き尽くす。聞いたぜ。初めて見るやつだ。慎重に行こう。ありがとう。やったね。やっとお姉ちゃんを失敗しないといいな。落ち着いて集中して。やってみねえとわか、やってみねえとわからねえな。たぎるぜ。さすがにきつい。いけるいける。俺に任せて。よし、まだいける。結構手強いかも。助かった。よっしゃ。これだ。ありがとう。やってみねえとわからねえな。やってみねえとわからねえな。もらった！やってみねえとわからねえな。どうよ俺の槍は。どうよ、毒に侵される気分。まだ倒れるわけには。俺に任せて。私に倒せるかな。手加減なら、やった、倒せた。ザーッ、わっ、
カインの力を使いこなす。やってみねえとわからねえな。くらえ！クロム、俺に力を貸してくれ。おう、絶対つなげてやる。よし、絶対つなげてやるよ。クロム、解き放つ。おお、俺に続け。よし、落ち着いて集中して。俺はお前を信じているぞ。頑張るよ。一か八かで、一か八かで。ちぎれろ。ライガの動きを思い出せ。効いたぜ。どんどん行くからね。よっしゃ。落ち着いて集中して。サンキュー、助かった。ラスイチ。やってみねえとはこいつで決める。俺はお前を信じているぞ。頑張るよ。難しい。これで足を引っ張らないようにしないと。助かった。待たせて。ありがとう。うわっ、イツキ、まだった。絶対つなげてやるよ。クロム、解き放つ。おお、俺から行くぜ。全滅完了。お疲れ、みんな。翼、ちょっと待ってくれ。追うのは賛成だけど、一度落ち着いた方がいいかもしれない。綾葉さんについて少し気になったことがあって。気になったこと？綾葉さんに取り付いていたミラージュ、嫌味な感じだった。それは私も同感だけど。もったいぶっといて言いたかったのそれかよ。それだけじゃない、もう一つ気になったんだけど、俺たちの声、綾葉さんに届いてないんじゃないかな。思い出してみてくれ。綾葉さんはあのミラージュには従ってたけど、翼の言葉には答えを返していなかった。言われてみればそうかも。だけどどうしたらお姉ちゃんに声を届けられるの？歌というものがあるわ。シード、翼の姉を思う気持ちと焦り、今も私に伝わってきてる。だからこそその思いを歌に乗せればいいと思うの。思いを歌に乗せる。キリアのライブを見て、歌には言葉に特別な力を与える効果があるように思えた。それは俺たちの持つ戦う力とは
全く異なる力だ。キリアさんのライブ、うん、私歌ってみる。私の歌で今度こそお姉ちゃんを助けるんだ。この光はライブの時に出てきたパフォーマー。イツキ、確かチキのユニティには才能を開花させるものがあったはずだ。このパフォーマーを使えばもしかしたらミラージュの力を破れる歌を。うん、試してみようよ。